皆さんこんにちは、大鳥建設の鈴木です。本日は、名古屋事務所、はい、社屋の中にあるモデルハウス、リアルサイズのモデルハウスを皆さんにちらっとお見せしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。久しぶり。お久しぶりです。どうもどうも、はい、楽しみしております。しておりました。はい、では早速今日ご案内する前に、はい、今日のこのモデルハウス、まあ、展示場のコンセプトは、うん、リアルサイズに作ってます。リアルサイズ、うん、そう、リアルサイズ、そう、結構どう、いろんな会社さんとか、うん、その工務店さんとか行ってモデルハウスってどんな感じに作ってあります？いや、結構なんかゴージャスすぎるっていうか、うん、結構イメージがつきにくいお家は多いかなっていうのは思いましたね。さすが、言わせた。言わせたんだけど、はい、そう、大鳥がいつもこだわってるのは、はい、このリアルにモデルハウスを作るっていうことにこだわってて、うん、こうお客様でも手が届く、手が届くっていうか、まあ、これが大鳥の標準ですよみたいな感じでご案内してます。あ、なるほど、はいはい、で今回のモデルハウスも、まあ、大鳥は名古屋市中川区にありますので、やっぱりこう名古屋市内で土地を購入するってなると、だいたい敷地がねちょっと間口が狭かったりとか、 あ、うん、あとそんなに大きな土地が買えないっていうのが、まあ、現実問題、はい、おー足元悪いと、はい、現実問題ございますので、はい、まあ、だいたい間口7メーターで、うん、あとはその敷地の大きさがだいたい25から40坪の敷地に入る建物がイメージできるものが建てます。あ、なるほど、本当に本当にリアルサイズなお家なんですね。そう、リアルサイズ、はい、で広く見せる工夫をしてあるので、はい、皆さん楽しみにしててください。あ、楽しみですね、はい、さらっとお見せします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、で今日今ここもガレージあるんですけど、今現状まだちょっとねこの敷地の中の外構構図が終わってないので、うん、ちょっとすいません、見栄えがあんまり美しくないんですけど、はい、そして引っ越ししてきて、ま、なんでね、ちょっと数日ってか、まあ数週間なんで、うん、すいません、このガレージなんか片付いてないので今日は NG で。なるほど。はい、お願いします。はい、はい、鈴木さん、外観本当に美しいですね。 ありがとうございます、はい、はい、天然の、はい、木材を使って外壁作ってるんですけど、はい、これはやっぱり当社の来られるお客様、やっぱり、ね、天然の木張りたいよとかって言われる方多いので、はい、まあ、この経年変化が分かるように作ってあります。あ、なるほどですね。やっぱりね、出来立てはみんな美しいんですよ、うん、でも経年変化すると木材ってこうなるよっていうのを見ていただきたくて、今回もあえて木を。確かに楽しみですね、うん、変化っていうのも。であと今私登ってきちゃったんだけど、はい、このちょっと色、はい、これは社長がめちゃくちゃ考えましたね。あ、そうだったんですね、うん、特に色のコンセプトないって言うと怒られるんですけど、はい、目立たせたいと。あ、はい、目立ってますね。そう、ちょっと道路から走ってきて、なんだあの建物みたいな感じで、はいはい、目立たせたいってので今回この色を使ったんですけど、はい、まあ、一般住宅だとなかなか確かにあんまり見ないですね。そう、ここに関してはちょっとリアルじゃないんですけど、うん、はいはい、まあそんな感じ。なるほど、はい、すごい、もう中がこう大きな窓が見えているので、うん、ね、中がどんな感じなのかすごい気になります。うん、ありがとうございます、はい、早速じゃあ行きますかね。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。こんな感じで玄関です。ちょっとタイルは今回大きめのを貼ってあります。600画ですね。600画、うん、感じで、この辺の取っ手とかも既製品のものを扉をつけて、取っ手も自分たちでこうネットとかで購入してつけました。なるほど、ちょっと工夫がいっぱい、はい、結構でも収納力ありそうですね。ありますよ、うん、これはもう大鳥がいつもね、シューズクロークにこだわらなくても収納量は確保できますよっていうのを皆さんにご案内してますので、はい、はい、しっかり十分と思います。すごい、はい、実際に見れるのやっぱり嬉しいですね。うん、うん、そうそうそう。で今回は2階リビングになりますので、はい、まずは初めに1階からご案内したいと思います。はい、お願いします。で今回は一応まあその体感型っていうことで、はい、間取りは 2LDK で作ってあります。うん、はい、でまずはこの階段下のところに、はい、トイレがあるんですけども、うん、階段下ってこういうふうに有効活用できるんだよっていうのがまず分かるようになってます。お、なるほど。はい、こんな感じ。おー、いいですね。はい、で、あとは、まあ、居室が2つあるんですけども、はい、居室は 4.5 畳ずつ作ってあって、はい、4.5 って言われてもなかなか皆さんイメージがつかないので、はい、4.5 だとこういった風に置けるんだよっていうので、ベッドとデスク。あ、なるほど、はい、あとは
そうですね、こういう感じになってますね、うん、はい、例えばじゃあ次、初心室 4.5 って狭くないって結構言われる方多いんですけど、うん、はい、じゃあこれを見てもらってどうでしょう。はい、あ、え、十分な、そうそうそう、 4.5 畳で今これダブルベッドが置いてあります。あ、ダブルベッド、はい、なのでクイーンとかでも全然置いてありますね、はい、もしかしたらキングだとちょっと狭いかなと思うかもしれません。はい、なので初心室 4.5 こんな感じで分かるようになってます。はい、はい、実際に見ていただくと分かりやすいですね。皆さんやっぱり来ると、あ、全然いいじゃんこれでっていう風になるし、はい、逆に初心者はやっぱもうちょっと広い方がいいなと思ったら、うん、それは広くすればいいですし、うん、優先順位がつきやすくなってます。そうですね、はい、でここが、一応2畳の、まあ、ファミリークロークっていうか、まあ、ウォークインクローゼットになってます。これもあのご来場いただいた方に、はい、あの2畳の収納ってこんな感じですよっていうイメージがつきやすいように、あのしっかりなぜこの2畳分を作ったかっていうのもご説明させてもらってます。はい、じゃあ続いてこちらが水回りになります。はい、で洗面脱衣で3畳あります。この辺も3畳を体感していただきたくって3畳のスペースを作りました。なるほど、はい、で打ち合わせの中で例えば3畳のファミリークロークがありますって時に、はい、実際3畳ってどれぐらいだろうっていうのが、うん、ここだとここが3畳空間ですよっていうのをご説明できるので、はいはい、はい、本当にイメージしやすいですね。そう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 。で、まあ、チラッと見てるこのちょっとデザイン性の高い洗面とか、はいはい、これもお客様がどこまでこだわりたいかっていうところですよね、うん、やっぱり現実的な部分でこだわればこだわるほどコストがかかってくるので、うんうん、まあ、オートリーとしてはこういう工務店だけどデザインもしっかりご提案できますよっていうのでこの洗面台を作っていただきました、はい、すごい、はい、感じ圧倒されてるよホテルライクな感じですごいかっこよくて、はい、でもなんか自分の家にこの形を入れるかどうかっていう風にやっぱり見ないとイメージできないですね。そう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 、うん、でやっぱりこれを見てやっぱりもしかしたらうちは常設洗面よりも綺麗なのが、うん、暮らし方には合うかもとか、うんうん、そうそう、皆さんのイメージがつきやすいように、うん、私たちだったらどうするかなっていう答え出しができる、うん、はいね、いやすごい素敵です。本当にありがとうございます、はいはい、でここがまあ洗濯機置き場で、うん、お風呂も1616の標準のサイズが入ってます。あ、なるほど、はい、こんな感じでこの広さが分かりますね、はい、そうですね、うん、で続いてお2階の方をご紹介いたします、はい、で今回この玄関のところにこの窓を作ったのはあのやっぱり玄関ってどうしても2階リビングになると暗くなりがちなんですよ、うん、でやっぱりこうお家入って暗いなって思うとねちょっとこう印象的にどうかなっていうのがあるので、うん、私はだいたい2階リビングの時は明るくなるように設計してます。なるほど、はい、玄関を広くとるとか、はい、あともし難しければそれ窓を作ったりとかして最高自然の光が入るようにっていう風にどうですかっていうのをご提案できるので、はい、本当にさんの多いですね、はいはい、では2階上がっていきます。はい、はい、こんな感じでいかがでしょうか。すごいですね。ね、高いですね天井。そう、天井を高くしてある、うん、そうで、この窓が、なんだろう、窓もデザインすんだよ大鳥建設みたいな感じで、はい、断層窓が入ってますね。もう事務所丸見え本当ですね、はい、そうか、事務所目の前ですもんね。そう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 、すぐに、ね、でもやはりこうご来場された方皆さんやっぱりすごいとおっしゃっていただけるね。ですよね、このなんか窓の設計というかデザインはなんか大鳥建設ならではな、そうそう、そういうところもしっかりデザインするっていうね、なかなか難しいから、はい、やらせていただいております。すごいかっこいいです。ありがとうございます。はい、で続きまして、まあ、バルコニーですね、はい、まあ、ちょっとね今カーマさんとか丸見えなんですけど、はい、敷地が、ね、狭かったりとかするとなかなかお庭作れないので、うんうん、まあ、バルコニーはお庭代わりと買いませんかっていうご提案ができるように今回も作ってあります。結構広めですね、うん、広いと思う、はい、助走どれぐらいあるんだろうちょっと覚えてないけどはい、しっかりあります。おー、そこの辺もねご来場いただくときになぜこういうことができたかこういうものができたのかってもしっかりご説明させていただきますので、はい、なるほど、ちゃんと意図があって作ってるんだよっていうのを、はいはい、見ていただけるってことですね、はい、
であとはあの L 字のキッチンですね。おー、 L 字のキッチン、うん、L 字のキッチン、これを見て来られたお客様も言われたのが、はい、あ、なんか、はい、キッチンをなんか例えば対面にする理由がないねっていうふうにおっしゃっていただけた方もいて、はいはい、やっぱりこう L 字とか壁付けにすることによって LDK 空間が広くなるんだったら全然これでもいいと、うん、あ、確かに、むしろ人から見えるから綺麗にしておかなきゃっていう意識になるっていうリアルな声をいただけたので、なんか最近は当社でもやっぱり壁付けとか L 型とか、はい、うん、あの本当にいろんなキッチン選ばれる方増えてきましたね。あ、そうなんですね、はい、広く見せる工夫、あ、なるほど、はい、でも確かにあの、うん、このリアルサイズっていう風な中で、はい、このキッチンすごいなんか収まりがいいというか、使いやすさも良さそうですね。そうなんです、うん、例えばこれを今 L になってるんですけど、 I 型にしたらもっと別の使い方ができるとか、うんうんうん、冷蔵庫どこに置くとか、はい、それこそ今ここの中にパントリーがあるんですけど、パントリーの使い方が変わったりとかするので、はいはい、その辺もこうどうやったら収まりができるかっていうのをこちらでご提案させていただきますので、ご安心ください、はいはい、結構デザインもこだわってらっしゃる、ね、そうそう、で今回も、まあ、あの最近ちょっと宝さん頻度が高いので、はい、ちょっと他のメーカーさんごめんなさいって感じなんですけどお客様に合った私たちキッチンご提案してるんですけども、うん、例えばこうこの前の、ね、四日市の天井でもそうだったんですけど、はいはい、この面材の色をちょっと変えるだけでオーダー感、うん、特別感っていうのが出るので、はあ、そういうのを楽しみませんかっていうので、はい、今回も参考になるように作ってあります。あ、なるほどですね、はい、でもね、リアルの声でお客様ちょっとうちにはこれできんわってこの柄あ、そうですかっていうのもいただきます。なるほど、はい、ここまでやったらどういう感じっていうのが分かるっていうのはいいですね。うん、そうですね、はい、であとはここが2畳のパントリーになってます。じゃあ先ほどと一緒、皆さんパントリー例えばねこう、うん、キッチン前の収納に不安になる方多いんですけども、うん、実際2畳ってこうだよとか、はい、片面、ね、壁面収納ってこれぐらい収納ができるんだよっていうのをご説明させてもらってますので、うん、非常にイメージつきやすいっていう構造ですね。鈴木さん、あのこちらの窓もちょっと気になったんですけれども、はいはいはい、なんかこう意味はあるんですか？あるんですよ。視線の抜けもそうですし、うん、あの視線が抜けたら気持ちいいじゃないですか、キッチンに立ってる時に、はい、であとはあの、まあ、ここでバーベキューをやることを想定として、この食材の出し入れがしやすいように、ここから、そう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 、洗い物とかもね、そのままポーンって、わ、いいですね、そう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 、シュッシュッシュッみたいなね、はい、すごい、はい、考えられてますね。すごい便利ですね、はい、さっきまで知らなかったっていう、あ、そうなんだみたいな、そういうこともありますよ。ありますね、はい、で、こちらの扉もイメージつくと思うんですけど、はい、この奥にはお手洗いがあります。あ、うん、はい、で1枚扉を入れたのは理由があって、はいはい、やはりこうダイニング LDK 直結のトイレだと、うん、音だったりとかが気になる方もいらっしゃるので、まあ、こういった扉を1枚つけると軽減できますよっていうのが工夫になります。確かにそうですね、はい、でこちらがお手洗いになります。2階トイレですね、うん、そうです、まあ普通、うん、普通のトイレ、はい、はい、リクシルさんのサティスが入ってますね。うーん、はい、でこちらにも実はこう収、あ、びっくりした、もっと優しくね、すみませんあの収納がございまして、はい、今回、まあ、その敷地自体もそんなに、ね、うん、大きくない、うん、作ることを想定しているので、はい、あの大きな例えば難度とか、はいはい、あのクローゼットを作るとかではなくて、もう必要なところに必要なものがしまえる工夫をしてあります。はい、でよくやっぱり私たちが打ち合わせの中でお客様から聞くのが、はい、季節物の収納とか、はいはい、あと子供のもの、お子様のものがちょっと散らかりがちっていうのよく聞くので、うん、であればこういったね、ちょっと必要なところにね、うん、こうちょっと今私たちのものも入ってるんですけども、はい、例えば五月人形とかひな人形とか、お子様のものがしまえるようになったりとか、あと中には最近リビングで着替えたいっていう方もいらっしゃるので、はいはい、ここをちょっとこうね、クローゼットカスタマイズしていただければ、はい、皆さん結構いろいろ幅広く使えるんじゃないかなと。なるほど、はい、そういったのもちょっとしっかりご説明させてもらってます、はい、なるほど、なんか他にもいろいろお話聞いてみたいなっていうのを、そうストーリーはありますよ、うん、ちゃんと、うん、ただ作ったんじゃなくって、なぜこういう空間にしたかっていうのは、うん、やはりこう体感していただいて、はい、うん、説明させていただいた方が、皆さんにお伝えした方が分かりやすいかと思いますので、うん、はいはい、ぜひぜひ、はい、お越しください。来てほしいですね、はい、はい、
まあ、あんまり今日この動画でたくさん私が話してしまうと、うん、ご来場されてからの驚きがなかったりとかするので、はいはい、まあ、ちょっとこの辺にさらさらさらっと終わらせておきます、はいはい、なのであの皆さんのお気軽にお越しいただければし、うん、しっかりあのスタッフが、まあ、もし私はね、ご案内させていただきますので、はい、ぜひぜひこの体感をしに来ていただけると嬉しいです、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。大鳥建設ではですね、大人気の資料請求パンフレットと楽しい楽しい無料相談会、はい、随時開催しておりますので、興味を持っていただいた方はですね、この YouTube の概要欄にある URL をポチッポチッと押してください。あなたのお手元に届きます。楽しみにしていてください。いつもありがとうございます。